忘れちゃいやよ。なんかマイナス5度になるとか寒波が来てるとか言ってたけどね。もう1回目の撮影で、うんうん、あの前回セブンスアメニューさんでのライブの後に港の見える丘公園に行って、ね、寒かったね、あれもね、風が強くて、ね、冬の港の公園は寒い。あんまりね、そういう時期に行くもんではございません、ね、まあまあね。で、その時に私たち昭和歌謡にハマりだしたと、うん、クリスマスツアーでダック哲也さんというミュージシャンの方のうちに泊めてもらった時に蓄音機のねレコードをね見てたらハマりだしたっていう話をしたじゃないですか。どこがカントリーバンドでね、哲也さんになってきてほしい。まあ日本のカントリーといえばそう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 、ね、やっぱり昭和歌謡でありますからね。で、まあそこからずっとハマりだし、うん、私もそうちゃんもだいぶハマってる。ハマってるよね。あかりちゃんもいかつい車でなんか軍歌流しながらずっとさ移動してなんか右翼でずっと。もう俺もね、あの後ね、やたらいろいろハマりましてですね、なんかずっと結構聴いてるんだよね。ね、で聴けば聴くほど、うん、うわすごいな。かっこいいな、あのね。かっこいいし。音楽的にも。なんつうのかな、なんかね、すごい技術的にもすごいことやってんだよね、意外に。そうね、演奏もそうだし、歌もそうだし、メロディーも、歌詞も。歌詞もすごい。すごいですよね。もう今日はじゃあ、ね、じゃあ第2弾ということで、港の見える丘の次の、はい、港が見える丘公園ができたね。そう、これからちょっと私たちこの昭和歌謡にハマったということで、うん、昔のね、その昭和歌謡、昨日昭和じゃない大正とかの歌を、まあ、大正も含めて、ね、ジャパニーズカントリーソングということで、リスペクトを込めてこれからちょこちょこアカネソーで紹介していくコーナーを作っていこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ギターも難しい、意外になんかな、なんか俺の曲ちょっと後で挟み込みますけど、昨日ね、うん、今回じゃあ今日何を紹介するって話をしてて、それを全部コード譜とか最近の曲みたいに載ってないので全部メロディーとかを書き出したんだよね。ただいま昭和歌謡研究中でございます。そうちゃんが必死にコード譜なんて落ちていないのでコードを書き出しておりますが、セオリーが違うと悩んでおります。どこ行くのこれ、 F マイナーなとかめんどくさいねこれ。ちょっと、もう一回流して、さあ、ギターだけではなく歌のメロディーもめちゃ難しいから見てください、この暗号。じゃーん、じゃじゃーん。月が鏡で張ったなら恋しあなたの面影を横と映してみようもの、こんな気持ちでコラボ変なドツボに余ってるこんな気持ちでいる私ねえ、待ってちょっと分からなくなっちゃった。見ようものこんな気持ちでいる私こんな気持ちでいる私。そう難しいな俺な。ここ迷子なんだ。なんでもないよな。ここ迷子になるな。難しいこれ。ね。難しい。意外になんかギターも難しいんだよね。セオリー通りじゃないって言って。ここで変わるんかいとかで。でもなんかね、アレンジかっこいいんですよ。かっこいい。でも歌もすごい難しい。難しい。あの民謡調なんだよね、基本がね。あの民謡の感じをジャズにアレンジしてあるみたいな、なんかそういうのがあって。かっこいい。まあでもじゃあこういう曲です。今日やってみましょうか、はい、今日紹介するのは、まず歌ってみる。歌ってみよう、こういうやつ。月が鏡で張ったなら恋
ない切なさと、あのちょっとエロさがあるっていうね。この曲はですね、タイトルは忘れちゃ嫌よっていう、そのままやな、忘れちゃ嫌よ忘れないでねって出すね。で1936年、昭和11年にビクターより発売された歌でございます。11年も戦前ですね。だからね、そうですね。で当時あの歌ってらっしゃったのが渡辺浜子さん、浜子さん、浜子さん有名ですね。で、作曲が細田義勝さん、うん、で作詞がすいません、ちょっとあの読み方が違ったら申し訳ないんですけど、最上のようって書いてね、最上のようの忘れちゃいやよっていう曲なんですよ。でちょっといろいろこの曲のことをね調べたので、うん、少し紹介をしたいと思います。ちょっとインターネットからいろいろ引用させていただきました、うん、いただきます。で、はい、この渡辺浜子さん、うん、はい、作曲者の細田義勝さんにこの歌中のねえの部分の歌い方を何度も指導されて、本人はへきえきして歌った。へきえきって何？へきえきって何っていうか、もうまだやんねんこのおっさんいうやつや、そんな感じや、まあ、もういいでしょこんな感じで、もういや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 、あ違うの、もうちょっとなんつうかグッとくる感じで、もう一回言ってみてね、言ってみて、ちょっと耳元で言ってみてそれでもさ、作詞の人じゃない、作曲者に言われた。いやー、だからそれはサウンドとして、ね、あ違う違う違う、ね、違う違う違う、もっとね、ねっ、そこっていうやつをやったら、ヘキエキさんだよ。これ私たちの妄想なんで、そうそうそう、はい、いや多分でもそんな感じだと思いますけどね。ね、でまあご本人は浜子さんはヘキエキして歌ったんですが、その直後に早稲田大学野球部の応援歌の発表会があって、そこで歌ったそうなんですよ、この歌を。そしたら観客に大受けしたので大ヒットの予感があったと。もう野球部の人たち当時ね、もうあのそれは丸刈りでさ、汗と青春の中にいてさ、ねえってやってちゃったらな、それは浜子さん、浜子ってなるわな、それはな。なるよね。でね、こういう感じでしょうか。これ多分書いてあったので本当なんですけど、うん、まあトータル10万枚の大ヒットだったそうなんです。10万枚でもな、当時のレコード多分ね、10万枚すごいよね。いなのかな。ところがですよ、この曲結構面白いこう背景がありまして、この歌の発表から3ヶ月後、ヒットの兆しが見えた頃、なんと内務省から、内務省、はい、そうちゃんこの赤いところよね、娼婦の狂態を眼前に見るごとき官能的歌唱である、あたかも娼婦の狂態を眼前で見るがごとき歌唱、エロを満喫させる、エロを満喫させると指導されて、そんなエロくないよね。でステージでの上演とレコードの発売を禁止する統制指令が下り、はい、というやつが、はい、ここ自発的に現場を破棄という指導が来たそうなんです。すごくないですか、こんだけで。だって月が鏡であったらな、こいつやあなたの面影を横と映してみようもの、こんな気持ちでいる私ね、忘れちゃいやよ、忘れないでね、どこでエロを満喫してるわけこれは。でヒットを惜しんだビクターは改訂版として、月が鏡であったならっていうタイトルに変えて、歌詞の一部を削除してレコード発売して大人気を得る。で結構売れたんです、それもね。多分これで、ね、トータル10万枚じゃないですかね。はい、じゃあ私が月が鏡であったならを歌うので、皆さんどこが変わってるかちょっと聞いてみてくださいね、はい、ちょっとゆっくりめでいいですか。いきますよ。月が鏡で張ったなら、ごひしあなたの面影を横と映してみようもの、こんな気持ちでいる私忘れちゃいやよ、忘れない何が変わったか分かります？ねえがないやんか。そうそうそう、ねえがあそこがないやんか。このねえだけを削除して、月が鏡であったならっていうタイトルに変更して発売したんですよ。ねえっていうのがもうエロいと、そんなことは青年たちにもうあの聞かすな。そう、このね、うん、当時レコードの検出って発売後に行われていたそうなんですけど、このねえの歌い方が戦場的である。戦
大きいかなそういう理由で発売禁止になったのね。そんだけでそんなこと言ったら俺らが作ったやつが大体発売禁止になっちゃうからそうだよ ね, そうなのね。あたかも娼婦の筐体を完全で見るがごとき歌唱ってエネードだけやんか、あと普通だろすごいよね。これがもうエロだったんだね当時のね。 でもこのヒットによりこの種の曲、うん、このネーコ歌ブームまさにネーコ歌ブームいろいろネーを使いまくる歌が起こってまあその後ねいろんな類似曲を続々と生み出す結果となったと。なるほどね、はい、だからある意味内務省ってさ、うん、今ないじゃんね、うん、内務省って結構軍が管轄してる部署なんだ。要は、ね、日本の中の公安部みたいな感じのとそこに言われて、お前らそのエロいやつはダメだって言われたわけだよ。でそれですごい時代だよ ねえだけなくしてあのあと全部同じでもう一回出したやつとかビクターさんも結構まあまあ頑張ってますね。ビクターさんも頑張って戦ってたんですね。かなり戦ってますね現実にね。そう怖いよだってね。コウタブームが起こって、うん、まあそういうね類似曲が続々と出てくる結果になったって言ったじゃないですか。でこの状況をさっきそうちゃんも言ってましたけど心よく思わなかった軍部が主導になりやっぱりな、うん、そういうことだ。で日本における流行歌の傾向を意図的に変えさせようと国民歌謡を誕生させるきっかけとなったと言われてる。当時だってまださ軍歌とかがさまだ作りられ始めてきたぐらいの時だからね。そうだよ ねなんとかああ海軍のなんとかでとかってやってる時にいきなりねえってなっちゃうとそれこそちょっと兵隊の士気がお前みんなお前うちの兵隊お前戦場で変な歌ばっか歌ってやがるみたいになっちゃうよな。やっぱりいやなかなかすごいよ ねこんなぐらいでね、うん、これでなんかいろいろ従軍慰安婦とかいろいろあるけどこの状態のすごいよね、でさこのねえがこれだけでもうねえでそうだエロって言われちゃうぐらいの時代だからなんかどうなんですかね。この歌のジャンルがねお色気流行歌とか お色気なんだこれね。濡れ場歌謡濡れ場な、どこが濡れ場ねえだけやろ。あとエログロナンセンス、エログロナンセンス、ね、エログロナンセンスってエログロナンセンスってね、あのね結構ねこう文学少年文学少女たちは知ってると思うんだけど、うん、まあその頃当時の昭和の初期の頃にね要は、まあ、エログロってもともとエロでグロテスク エロいっていうのとエロティックとグロテスクでエログロでしょ、うん、でナンセンスで意味がないっていうね、あの、わけわかんないっていうね。そのエログロナンセンスっていう3つをこう組み合わせたらすごい言葉になって、それがやっぱり流行したらしいんだよね当時の。そのまあ分断も含めで、だからいわゆるアングラって言われる、うん、アンダーグラウンド、うん、アングラって言われる文学がすごい流行ってたから、例えば、あの人江戸川乱歩さんとかさ、ああいう人たちが夢の旧作さんとかね、そういう人たちの、あのまあだから怪人二重面相って聞いたんですかね。あ、え、なんか知ってるよ怪人二重面相って、なんかお話じゃん、うん、そうそうそう、あのなんかあの聖火会社にあの毒を持ったとかそういうのじゃないよ。あのもう本当のその大元のね、うん、江戸川乱歩の書いた小説がいっぱいあるの、そのシリーズでね、それ知ってる、すごいグロいのよ。なんかあのそうなの、そう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 、館の中で女の人が縛られてたりとか殺人の仕方がすごいグロかったりとか、でそういうのが そのエログロのグロはグロテスクのグロテスクのグロ、エロはエロだ、ね、そうそうエロで、しかもグロで、しかも意味がないっていうナンセンスっていう、なんかこうなんかそういうのがエログロナンセンスっていうね、そういう、 こう時代のこう流れがあったんだけど、その中でこれがエログロナンセンスって言われてしまったわけで、こんだけで。もう一回ちょっとあのじゃあ私感情を込めて歌ってみるね。ねえよ、特にねちょっとブンブンが起こるぐらいの感じでやってください。月が鏡で張ったなら、ごひしあなたの面影をよごっと映してみようもの。こんな気持ちでいる私ねえ忘れちゃいやよ、忘れないでね。ちょっと私のねえじゃねえ小歌騒動は起こらないな。なるほどね。でもこれもエログロナンセンスと呼ばれてしまう時代だったんだね。すごい他のねえ小歌たちも結構そういうの
あったはずだよね。この後渡辺浜子さんがとんがらかっちゃダメよっていうとんがらかっちゃダメよってそうヒットさせるんですけどすごいですよこれ。ねえねえなんだななんだなんだなんて歌って、ねえ、もうこのねえコーデ、ねえコーデすごいよね。なんかこれ浜子さんが歌ってる。それもとんがらかっちゃダメよは、うん、浜子さんが歌ってまず、あんだけ怒られていて、またねえねえ系を出すわけです。そうですよ、だからもうそっからのヒット。でもそこはもう、ねえ、ねえのねえの感じがエロくはないよ。いや、そんなことない。そんなことはない。ちょっとぜひ皆さんも、結構昔の歌、ほんとすごい素晴らしい曲たくさんあるのでね。まあもっとね、掘り下げてみようと思ってますんでね、また紹介しましょう。ぜひぜひ、このコーナーちょっと継続していこうと思いますので、はい、はい、皆さん、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、で、またね、昭和歌謡の情報なんかある方はね、これも取り上げてんだってね、書いてくれる。教えてほしい。なんか、やってみよう、ね。素敵な曲、ね、ぜひたくさんあると思うので教えてください。はい、ライブでも、あかねさんのライブでも、昭和歌謡、コーナーはこれからきっとね、継続していくと思いますので、こちらもお楽しみに。はい、ということで、せーの、ビレブリ。